私が落語家になりましたのが昭和36年の2月からでございましてね、前座に入りましたときに一番売れていたのが林家三平師匠でございまして、私は林家正蔵という片一生のところに入門したもんですから、みっちり古典落語を勉強したんですけれども、びっくりいたしましたですね、こういう落語があるのかしらと思いましてね、疾風のごとく駆け巡ってさあってやって出てっちゃうんですね。だいたいお正月はお忙しいらしくて、3つぐらいしか小話やらないんですけれども、頭がこうくしゃくしゃでございまして、太ってらっしゃってね、で黒い紋付きして白い袴履いて出てくるんです。で内容は実にくだらないんですけれども、それがエネルギーがあっておかしいんですよね。もう忘れちゃいけないと思うらしくて、もう走って出てまいりまして、もう大変なんです。この間なんか一生懸命喋ったらここから落っこっちゃって、お客が驚いて、ああ落語者なんて、こういうのやってたんですよね。でお正月になると必ず三平師匠がやってたのがこの2つでございまして、お正月なんか大変なんですから、もう電車混んじゃって初詣脱線しちゃって元旦なんつって、ああ笑ってくださいなんて、本当にこれでいいのかしらと思いました。お正月なんかも大変なんですよ。お坊さんが必ず2人一緒に歩いてって、2人でお正月すごかったですね。で笑うっていうのは大変体によろしいんで、これは昨年の3月の18日なんですけど、私は日本医科大という、飯田橋にございます病院に行って、患者さんの前で落語をやってまいりまして、どういうことかと申しますと、その20日ばかり前に国立演芸場というのがありましてね、そこに出演しておりまして、昼席でございます。私の出番が2時40分から20分間しゃべるということで、私の後が休憩でございまして、で昼席でございますから1時から4時半までなんですね。で、毎日勤めておりましたら、最前列の右側にいつも同じ方が座ってらっしゃるんです。小柄なおじいさんで、大変お召し物もおしゃれで、毎日衣装が違いましてね、で1日か2日が来る方だったらそんなに覚えないんですけれども、毎日同じ席に来ていらっしゃってお召し物が変わってますから、出演する芸人の間で評判になりまして、楽屋すずめがね、おいおじいさんどういう人なんだろうね、ああいう人はね、バブルの時代にもちゃんと計算して弾けないでね、悠々自適で利息で暮らしてる賢いおじいさん、違うよ、若い泥棒を大勢束ねてる悪いじじいでね、もう油断も隙もならないんで、あれは休んでる状態なんだよって、いろんな噂話が行き交いまして、で10日目になりまして、落日でございますね、私が一席終わりましたらね、国立演芸場の楽屋にその方がいらっしゃって、その大泥棒じゃないですよ、そのおじいさんがいらっしゃって私を呼んでるっていうんです。で芸人の場合は名指しをされましたら何かもらえるんですから、私はネクタイ締めるのももどかしく、両手を前に出しながら応接室入っていったんです。そしたらそのおじいさんが手ぶらで立ってらっしゃいました。あ、菊蔵さんはこういう方だったんですか。画面で見ると大きく見えるんですけど、意外と普通ですね。何言ってんだろうなと思って、菊蔵でございます、お呼びいただいてありがとうございます、何かご用でございますか。これは失礼しました、私は実は日本医科大のね、リウマチ科の教授をやっている吉野という者なんですけどね、私のこの机の上の勉強の成果なんですけれども、人間は感情の中で笑うということをいたしますね、と体から何か分泌してそのリウマチの痛みを止めるらしいということを突き止めたんですけれどもね、まだ実験をしたことがないんです。大変申し訳ありませんが、採血と落語聞いた後と聞く前と 100cc ずつ血を取るんで、病院で落語をやっていただけたらと思ってお願いに上がったようなわけなんですが、いかがでございましょうかね。ああそうですか、病院で私が落語をしゃべるんですか。それは私はあれですよ、座布団がないからバカだとかなんとか言われておりますけれどもね、社会奉仕という点については私は目覚めておりますから、あの中で一番そういうことに目覚めておりますから、ご協力はいたしますけれども、金馬師匠とか小山師匠とか偉い方がたくさん出ていらっしゃるのに、なんで私なんですかって伺いましたら、いやそれなんです、10日間ずっと聞いていたんですけど、最前列でね、聞いておりましたら、菊蔵さん、あなたの落語がね一番くだらなかったそのまんまやってくださいあそうですか、なんだか変な選ばれ方したなと思いましてね、で私の方も条件を出しまして、病院でございますからね、教室でやるんですけど、ひな壇になってまして白い壁なんですよね。そうすると人の感情を跳ね返しちゃいますから、患者さんが我に戻っちゃいますからね、紅白の幕で囲ってください、それから、
薬の匂いがするんですね。で、お線香がありまして、香水の匂いのするお線香がございます。それを6箇所で焚いていただいて、この部屋の匂いを変えてください。それから血を取って痛くて、リウマチで痛くてすぐ落語聞かして、それ笑うわけないですからね、早めに入ってていただいて、1時間ぐらい前にね。でお茶かなんか召し上がりながら、お茶飲みながら ゆったりとした気分になった時にですね、うっすらとその BGM で出囃子をこうずっと流していただいてね、気分を落ち着かして、これから落語があるんだなっていう感じにしてくださいと申し上げましたら、まあその通りにしてくださいましてね。で1時間やったんです。まあ1時間笑わせる落語っていうのはないんですけど、いろんなものからエッセンス取ってまいりまして、もう今奮闘いたしまして、よく笑ってくださいまして、で面白いなと思ったのは、強度のリウマチの患者さん27人で、同じ数だけ健常者といいましてね、普通の状態の方がいらっしゃるんですね。科学は比較でございますから、悪い方の血だけ取って数字出してもこれ分からないわけでございまして、元気な方の血も取りまして、比べるわけですね。大変ですね。落語ただで聞こうと思うと血取られちゃうんですよ。で看護婦さんがいらっしゃって、インターンの先生方がいらっしゃって、まあ、よく笑ってくださいまして、で10日経ちましたらね、先生から電話がありまして、菊蔵さん思った通りの成果が出ました。すごいですよ。実はね、27人中25人の方が、落語を聞いて笑ってる時はリウマチの痛さを感じなかったんです。はあ、そうなんですか。なんでそんなことが分かるんですか。いや難しいことは、まあ、抜きにしましてね、その生理活性物質というのがありましてね、これが笑ってると分泌しましてですね、痛みを抑えるわけですね。で、普通の方は皆さんもそうなんですけどね、元気な方はね、数字が50とか60なんだそうです。で痛い方は200とかそのくらいの数字なんですね。それが笑ってる時はずっと降りてきて 0.4 0コンマ4しか変わらなくなっちゃった。つまり痛みを感じなくなっちゃったっていうんで、これは大変な成果でね、アメリカの学会にも発表しますからね、あなたの名前が出ますよ。国際的ですな。あ、そうですか、ありがとうございます。病気の時はね、林家さんに限りますな。あ、そうですか、病に効くぞと言ってなって。本当のことでね、先生がね、下げつけてくださいまして、いいことはするもんですね。4月の1日のね、エイプリルフルの日っていうのはどうかと思ったんですけど、一応夕刊に一面にね、私の写真こんな大きくカラーで出まして、私は代議士ありませんから一面に出ることはないんです。それがちゃんと出ましてね、私はカラーで、喋っておりま、カラーで喋るわけないです、私が喋ってるのがカラーになってですね、しっかりしていただきたいと思います。で患者さんが笑ってるところが映っておりましてね、もう本当にこれは昨年の私の一番良かったことでございまして、笑うっていうのは体によろしいんで、無理をしないでくださいね。下手なやつが出たからといって、バカにしないでね、無理に笑うと体にいいんですから。そうするとその人も励みになって名人上手になるかもしれませんからね、一つ応援をしていただきたいと思います。落語愛もやっと日が差してまいりまして、昨年は柳家小さん師匠が人間国宝になっちゃった。もう大変です。もう小三師匠が鼻かんだりね、なんかこう触ったりしたものはみんなしまっちゃうんです。国宝の手がかかったっていうんでね。でこの前暮れでございますけれども、小三師匠が新宿の末広亭で鳥を取ったんです。その時大変揉めたんですよ。入場料じゃ失礼じゃないかって、人間国宝ですからね、拝観料でいいんじゃないか。どうぞ落語をたくさん聞いていただきたいと思います。私も結婚しましてからもう31年ぐらい経ってるんですよ。おかみさんは元気でとってものんきでございまして、いい人なんですけどさっぱりしてるんですよね。朝早く仕事に出かけることがあるんですよ。で隣で寝てますけど、子供の世話なんかで疲れてるんだろうなと思ってね、私は自分で身支度いたしまして、そっと出ていこうかなと思うと目が覚めまして、毛布のとこから首だけ出して、お父さん行ってらっしゃい、大変ね、一家の柱っていうのはね、頑張ってって、腕だけ出してバイバイして、すごくさっぱりしたいい人なんです。で結婚した当初はね、電話に出てくれたんですよ。もう狭いね、6畳と4畳半の、1DK のところをやっと借りまして、そこに電話引きまして嬉しかったですね。電話必ず出てくれたんですね。やっぱり一応芸人の端くれでございますからね、美空ひばりさんとか森重久弥さんやなんかから電話があるのかなと、まあ、思ってたらしいに出てくれたんですね。ところが出てもですね、電話口にいるのは円楽さんとか歌丸さんでございますから、もうがっかりしちゃってね、全然出なくなっちゃって、もう最近はひどいもんですよ。こうなってたって出ないんです。で私がすぐ出ちゃおかしいでしょ、スターなのにね、そんなにすぐ第一うちの狭さが分かっちゃうじゃありませんか。
で出てもらいたいんだけど出ないんですで、しょうがないから私は文句言うんで、おい電話が鳴ってっから出てくれよな、電話が鳴ってんだから出てくれよ。女の人はすごいですね。結婚して30年も経つとうちの中に根が生えちゃってね、生まれた時からここにいたんだっていうような顔しちゃって、ゆっくりと立ち上がりまして、内股かきながら歯茎全部見してね、分かったわよ夕日が当たってまあ歯が綺麗だこと、獅子舞が来たんじゃねえかと思う。あろうことか私をまたいでいくんです。私は寝てんじゃないんです、正座して座ってるんですよ背の高い人なんですけど縦にまたいでいくんです。暖かい風が吹いてきて変な気持ちになるんです。どうぞ旦那様をただでな縦におまたぎにならないようにお願いしたいと思いますけれども、おかおかおか、誰だよ表の方でカカカカうるさいね。あらお前さんじゃないか、急に亡くなっちまったからずいぶん探したんだよ。どこ行ったんだよ。あんまり表の天気がいいから隅田川のところぼっと歩いていたら大勢人だかりがしててね、こんな太った野郎が立ってたから聞いたんです。すいません伺います、何かあるんですかって聞いたら、お前さん知らないんですか、隅田川をクジラの親子が遡ってまいります。へえ面白いな、俺はそんなものを見たことはねえから、これは今日はいいものを、見物できるなと思って、そこでぼっとね一緒になって川見てたんだけど、いつまでたったってクジラの親子なんか川登ってきやしねえんだよ。それで俺その太った野郎がね嘘ついたんだなと思って言ってやったんだよ、寝ろ嘘つきがあって、てめえなんか港行って寝てろ。あらどうして太った人は港行って寝てなくちゃなんないんだい、出船の港って言うじゃねえか何を言ってんだよこの人は。それでどうしたんだよ。口開いて立てたから口の中乾いちゃうし腹減っちゃうし、これはもう今日はダメだなと思って戻ってきちゃうんで、おっか腹減った、この人は大きい声出すんじゃないよ、みっともないね。腹減ったって言ってもね、うちはお米が切れてないの。米が切れてなかったら銭出してかやいじゃねえか。お足が切れてないんだよ。なんか切れないもんないのか。大体この包丁が切れないよ。そんなもん切れた方がいいんだよ。俺は腹が減って大きい声出すんじゃないよ、本当に。解消なし。一日中ポーッと動いてて腹減るとうち帰ってきやがるんだから、本当に。じゃあかわいそうだから私にちょいと考えがあるからね。山田さんとこ行って50銭ばかり借りといて。ダメだよ。この間で山田さんに行ってね、お足貸してくださいって言ったら、お前さんに貸すお足は一銭もない。断られちゃった。お前さんが言うから貸してくんないんだよ。うちのかみさんのおみつがそう言ってましたから言って、いや貸してくれっから言っといで。そんなもんかな。うちは、はいはい、あジンベエさんじゃないか、どうして。すいません山田さん、お願いがあってやってまいりました。なんだい。お金ないよ、お金ないよ。何も言ってないじゃありませんか。すいません、あの50銭ばかりで結構なんですけど、工面していただきたいと思うんですが。お前さんね、私んとか所帯が大きいからね、楽をしてると思っているんだろうけれども、内情は火の車なんだよ、大変なんだからね、余裕があったら貸してあげます。ないんだからしょうがない、帰ってくれ帰ってくれ。いや私が貸してくれって言ってんじゃねえんですよ、うちのかかのおみつが借りといてってそう言ったんだから。お前さんじゃないの、おみつさんがそう言ったの。どうしてそういうことを早く言わないんだよ。いくら貸せばいいんだ。おかしいじゃねえかよなんでうちの子からだって言ったら目の色変えてやって、前から怪しい怪しいと思っていたが、おめえうちの子とできてるな。そうじゃないんだよ。50銭で結構なのか。お前さんはね、なんかぼーっとしてるだろね、夢の中でおなら踏んでるような顔して。お前さん信用できないんで、神さんのおみっつぁんしっかりもんだ、で貸してあげるんだよ。50銭で足りんのか。1円出そうか。大丈夫だよ、50銭で。面白くねえな、本当に。カカからって言ったらすぐ銭出しやがって、おっかい行ってきたぞ。早かったね。お足貸してくれただろ、お前さんからだって。貸さねえけれどもな、うちのかかのおみつからだったらすぐ貸してくれて。あの野郎お目に気があるぞ。そうじゃないんだよ、私がしっかりもんだから貸してくれんで、上がってこなくったっていいんだよ。魚屋さん行ってね、お菓子じゃつき買っといて。で俺腹が減ってんだから米屋行くんじゃねえのか。お前さんは自分で何か考えんじゃないのね。私の言う通りポーッと動いてりゃ口の中におまんまが入るようにできてんだから。魚屋さん行ってお菓子買っといて。お頭付きっていうのは一体なんだ。頭のついてる魚のことを言うんだよ、ね、お祝いの時はそういうものを届けるんだ。行って親方にそういや売ってくれから行っといで。行ってくら。ああ、いろんなことを教わっちゃったとちくしょう。おう、いらっしゃい。ジンベエさん珍しいね。なんで。俺ね、おめんとこにな、買い物に来たんだ。あ、何あげる、何あげるったってあれだろ、井の頭おめんとこあるか。俺とは公園売ってねえよ。お頭付き、あ、お頭付きだ。お頭付きかい。いいとこ行ったな。貸しから2が入ったばっかりで、よりどり緑だい。よりどり緑ったって、緑色の魚なんかねえじゃねえか。何を言ってんだよ。
俺なんか持ってったらどうだ、え、赤くてでっけえ魚だな、ロシアの金魚か、何を言ってんだよ、タイだよ、痛いのか、痛いんじゃねえ、タイって魚なんだよ、それはどのぐらいするんだ、よし、さっきの人には気の毒だ、5円で売っちまったからよ、おめえだったら近所付き合い、どうでい、4円で行くよ、4円、安いだろ、安い、驚いちゃった。あの親方の前だけどよそのどこの魚屋行ったってね、これだけの鯛ね4円じゃ売ってないよ、うん、俺聞いた途端にこれ価格破壊じゃねえかなと思った、うん、大したもんだな、よくそういうことができるね、いくらか負けろ、なんだおい、変な賭けをしようって、おめえいくら持ってんだい、大丈夫ね、今こうなんてしまって私にお箸持ってんだから、だからさ予算がこれだけあるからこういうものくれってのは買い物だろ、おめえいくら持ってんだよ、それじゃあね口で言うのは恥ずかしいからね、手つきでやるからいっぺんしかやらねえからよく見てろな、私の持ってるのはこれだけ5本指が出たんじゃねえか、5円持ってんだろ、5円じゃないんだよ、5円持ってたら5本の指パッと開いてね、親方の鼻の頭ゴリゴリゴリってやるよ、かじかんじゃってんだから、私の持ってんの50銭ちょうだじゃねえな、いくら近所付き合いだっても5円のものが50銭になるわけねえじゃねえか、そういうこと言ってくるんだから、まあせっかくだな、ここにねアワビが3つばかりあるんだよ、1つ20銭といてな、3つで60銭という値段をつけたいがね、おみだったら近所付き合いだ、3つで50銭でいいよ、持ってくかい、50銭でこのアワビを持ってくかい、それじゃあそのアワビを俺50銭でもらってね、親方に60銭で売りましょうか、魚生で危ないやつあるかい、おっか行ってきたぞ、どうだったい、え、お頭付きあったかい、あるにはあったけれどもね、高くて買えねえんで、他にお頭付きって言ったら魚屋の親父だけ、あんなひげもじゃなもの買ってきたってしょうがねえからね、これもらってきた、何を買ってきたんだよ、私がねお頭付きって言ったらお頭、あらこれアワビだね、まあこれでもいいやね、あのね、実は話ってのはこうなんだよ、地主のところの婚礼があったの知ってるだろ、あそこへねこれをほんのお祝い物でございますからって届けてもらいたいんで、そうすれば向こうのうちだってさもらいっぱなしは悪いってんで1円ぐらいのご返礼をくれるだろ、半分の50銭を山田さんに返して残りの50銭で私のところがおまんま食べよって、こういうわけなんだよ、ほら驚いた、普段から頭がいいなと思って尊敬したんだけど、おめえすごいね、明智光秀みてえだね、変な褒め方するんじゃないんだよ、婚礼の時の挨拶知ってるかい、知ってるよ、やってごらん、いや大丈夫でできるから心配だから聞いてんだよ、やってごらんよ、怒っちゃいけないよ、やるよ、こんにちは、そうだよ、その先はどうもご愁傷様でございます、親戚の方からどうぞどうぞ、バカ本当にお前さんデラックスバカだよ、何言ってんだよ、婚礼の時そういうこと言っちゃダメだよ、よかったら聞いといて、じゃあ私が教えてあげるから後からついといて、後からついといてってどこ行くんだよ、どっか行くんじゃないんだよ、私がお前さんに口移しで教えてあげるから、アップこんな真っ昼間口移しだな、あーやんなっちゃうね、そういうことが気が回るんだから、雨戸閉めんじゃないんで引き布団引くんじゃないんだよ、枕なんかどうだっていいんだよ、暗くなるじゃないか、本当に私の真似をするんだよ、いいかい、こんにちは、結構ね、結構なお天気でございますと、で それでいいのか、こんにちは結構なお天気でございますと、とはいらないの、とがないと寒いの、何言ってんだよこんにちは結構なお天気でございますと、こんにちは結構なお天気でございますと、受けたまわりますれば受けまたがればまたがるんじゃないんだよ、受けたまわりますれば受け取りすれば、受け取りしてどうすんの、反抗をしましょうか、この間不当たりだ、何言ってんだよ、受けたまわりますれば受けたか受け受けたかって言ったいだって勝手たたたたた受けたかたたたかた何たかたか言ってんだよ、受けたまわりますれば受けたまが曲がりますれば、あら玉川の方曲がってっちゃったよ、どこ行くの、巨人軍が練習やってます、そんなことどうだっていいんだよ、受けたまわりますれば受けたまわりますれば、お宅の若旦那様に、お宅が若旦那が固まって、何言ってんだよ、お宅の若旦那様に、お宅の若旦那様に、お嫁御さんだそうで、おにょ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 、何やってんだよ、猫じゃないんだよ、お嫁御さんだそうで、おめでとうございます、どうもありがとうございます、お礼言っちゃっちゃしょうがないじゃないか。
おめでとうございます。おめでとうございます。いずれ長屋からつなぎが参りますが、いずれ長屋からうなぎが届きますが、貧乏なんだよ。土壌だって届かないんだよ。何言ってんだよ、つなぎだよ。いずれ長屋からつなぎってのは何だ。つなぎっていうのはね、長屋の連中がみんなで集めて連名でお祝いをするのをつなぎっていうの。うちは個人的にこれを持っていくでしょ。これを強めるために言ってんだよ。いずれ長屋からつなぎが参りますが、いずれ長屋からつなぎが参りますが、これはその他でございます。これはその他でございます。そうそう、ああそうそう、それは言わなくたっていいんだよ。忘れないうち言っといて、いいかい。1円だよ、5円で。頑張ってくるんだよ。師匠大変だぞ、もうチェンカするのにいろんなことを教わっちゃったりな。こんにちは、ヨーヨー天気でございますって言うんだな。こう走っちゃいけない、走ると脳が揺れっからね、言葉がめちゃくちゃに混ざっちゃうからね、そっと歩かなくちゃいけない。このうちだな。うっちょーなんだいこりゃ。あ、ジンベエさんじゃない。さあさあこっちお入り。うっちょー、はいはい、こんにちは。ちわーこんにちは。なんでチワチワ、チワチワじゃねえんで、ちょっと待ってくださいよ。これをとりあえず置きましてね。こんにちは、こんにちは、良いお天気でございますと。今日はまあいいお天気で結構ですな。明日もいいお天気で、二三日は持つでしょうな。来月は分かりません。どうも分かる。何しに来たの。だって、大変なんですから、そーっと歩いてきたんですからね。受け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 たって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 受けた受け取りしてどうする。反抗はいかん。なんだかさっぱり、私だって分かんなくて言ってんじゃねえ。受け玉が曲がりますれば、玉が曲がる、いや受けまたがれば、またがるのか、いやまたがらない、元に戻る。受け玉割りますれば、お宅のバカ何バカ旦那に、おにょ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 、何やってんだ。すいませんよ、分かんねえから一生懸命になって。お宅の若旦那様にお嫁御さんだそうで、おめでとうございます。どうもありがとうございます。いずれ、いずれ、いずれね、あのね、いずれ長屋からうさぎが参ります。なんでうさぎが、うさぎはね、酔ってる、酔ってる、目が赤いでしょ。ぴょんぴょん跳ねて、こんにちは。あ、そうじゃねえや。いずれ長屋から津波が参ります。津波が来るの。今晴れてますけど、天変地異っていうのは分かんないもんでね、一点にわかにかき曇り、風が吹いてまいりまして、雨がザーッて降ってきてね、大川があふれましてね、荒波がザブーン岩にぶつかってバシャー、ザブーン岩にぶつかってバシャー、三角のマークが出て映画は東映。何を言ってるか。さっぱり分からねえ。いずれ長屋、あ、つなぎ、いずれ長屋からつなぎが参りますが、これはその他でございます。その他ははっきり言わないと、向こうのうちにも事情があって、1円くれるかくれないかの瀬戸際だから、お前さん、しっかりやっといでってね、1円よこせ。なんだいこりゃ。分かった、なんだかあれだな、うちのせがれに嫁が来たんで祝いに来てくれたと、まあそういうわけなんだ。いやいや、それはありがとうよ。いや、他の誰が祝ってくれるよ。もうお前さんがな、なんだい、これ中身はアワビだね。これはお前さんの一存で持ってきなすったか、それともあの分け知りのおみっさん承知の上か。二人で相談して持ってきたんですよ。共同防御です。政治家みたいだ。
お前さんの一存で持ってきたんなら私はこれは我慢して受け取るけれどもな、おかみさん承知の上とあっちゃ受け取るわけにはいかないよ。なぜったってお前中身アワビじゃないか。アワビは片貝だよ。磯のアワビの片思いって言ってな、婚礼にこんな縁起の悪いものを持ってこられちゃ困るんだ。持って帰っておくれ。そんなこと言わないで受け取ってもらわなくちゃ私の方だって困るんだ。長台詞を覚えて1円もらって帰らねえと半分山田さんに50銭返して、残りの50銭で私のとこがおまんま食べるって筋書きが できてんだから、これはどうしても あなたに受け取っていただいて1円出せ。出せって言ったって縁が悪いからいらないって強情張るんじゃない。持って帰れ。なんだよおい、投げなくったっていいじゃねえかな。驚いたな、かみさんにあんな難しい言葉を教わって一生懸命やって1円にも何にもならしねえじゃねえか。冗談じゃねえや、もう疲れてきちゃったよ。人生の黄昏感じるな、もう腹減っちゃって弱っちゃったな、この涙まで出てきやって、ブツ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 言って、誰だよあれは。お、甚平さんじゃねえか。お甚平さん、どうしてこの忙しいさなか誰が呼んでやんの。本当に声はすれども姿は見えず、本にあなたは絵のようだ。何言ってんだよ、俺だよ、金庫だよ。金さんかいいとこに出てきてくれたな。俺今腹が減っちゃって倒れそうだ、なんかおごってくんねえかな。いや、おごらないじゃねえよ、なんか事情があるそうじゃねえか。わけ話したらどうだ。へえ、わけってな、地主のところに婚礼があるんでな、アワビお祝いに持ってったら肩がいだ、みそのアワビの片思いで縁起でもねえから持って帰れって、使いされちゃって、おめえ買え。いや、俺は買うってことはしねえけどよ、それおめえ1円じゃ安いよ、5円になるよ。誰か5円で買ってくれる人がいるのかい。そうじゃねえんだよ、俺はこれから言うセリフをとっくり覚えて向こう行ってやらな、おめえは5円の稼ぎになるんだよ。また覚えんのか。どんなんだ。いいかい、よく聞いてんだぞ。てめえんとこな、のしのこんぽん知ってるかって、そう言ってやれ。のしのポンポンか。ポンポンじゃねえんだよ、ポンポンだよ。のしのポンポンはアワビだよ。アワビは紀州のトバガルで、アマが取るんだ。アマが取るったって色の白いのはエサロと、本物のアマは潮風に吹かれてお色は真っ黒け、そのアマが深い海に飛び込んで取ってくるアワビだ。こうやってひっぺがしてな、女の肌じゃなくちゃくっつかねえんだぞ、女の肌じゃなくちゃ。そうかい、俺今聞いて思ったんだけどよ、俺もアワビになりてえな。何言ってんだよ。取れたアワビはヤモメでいけずゴケでいけずな、仲のいい夫婦がアワビの上むしろ引いて一晩寝ねえと立派なのしにならねえんだ。それでもてめえところのしの根本のアワビは受け取らねえのかって、ケツの一つもぐるっとまくってやれ。ケツはまくれねえんだよ。どうして何も履いてないの。しょうがねえな、じゃあまくんだったっていいから早く行ってこい。5円だぞ、来い。5円だ、大変なことね。やい、また戻ってきやがった。なんだ、なんだなんだとは、なんだなんだとは、なんだとは、なんだなんだとは、なんだとは、なんだとは、なんだなんだっけ。忘れてやら、忘れてんじゃねえや、持ってるアワビをポーンと放り出して行ってやれって言ってやって、てめえんところあれか、のしのポンポンポンポコポン。なんだよそりゃ。のしのポンポン知ってるか。のしのポンポンはアワビのへその横の方にあるんだよ。本当に何も知らないでバーカ。いいか、あのな、のしのポンポンアワビだぞ。アワビは紀州のとばあるで、アマが取るんだ。アマが取るったって色の白いのはエソロゴと、本物のアマは潮風に吹かれて、お色は真っ黒け、あ、真っ黒けのけ、分析しても真っ黒けのけ。踊ってやんの、踊ってんじゃねえよ。こういうふうにやらねえと思い出さねえ。取れたアワビはな、あ、そうだ、海って剥がすんだ、剥がすんだ。それでね、女の肌じゃなくちゃくっつかねえんだぞ。アマさんの肌じゃなくちゃ、俺さっき聞いた時アワビになりてなと思ったんだぞ。おめえもなりけえなと思ってんだろ、スケベジジイ。なんだスケベジジイ、てめえなんか本当スケベジジイだ。本当に取れたアワビは山ほど行けずゴケで行けずな、仲のいい夫婦がアワビの上むしろ引いて、むしろこの方が良かったわなんて、その上で寝ねえとお前立派なのしにならねえぞ。それでもてめえのしの根本のアワビを受け取らないのが一円じゃ安いぞ、この野郎。ご縁よこせ、ご縁。ちょっとの間に随分お前は勉強したね。これはびっくりした。じゃあ5円あげないこともないけれどもな、一つだけ聞きたいことがあるよ。こういうふうにのしとね、ひらがなで書いたのがあるだろう。あれは一体アワビのなんだ。え、あのここ たれてんの。ね、あれはアワビの剥きかけだ。おお、剥きかけ、うまいことを言ったもんだ。じゃあ直角になってまっすぐに降りてくる杖付きのし、あれは一体なんだ。え、杖、あれはアワビのおじいさんです。